ドライブ、OD-1 ボス株式会社は、ローランドのグループ会社であり、エレクトリックギター及びベース用のエフェクターを主に開発していた。1973年、大阪で創業されたメグ電子株式会社を前身とする。2018年、親会社のローランド株式会社に合併し解散。合併、解散後、ボスはローランドにおけるエフェクター等の ギター関連製品のブランドとなっている。代表的なエフェクターとして、コンパクトエフェクターの第1号として発売された、オーバードライブ、OD-1、マルチエフェクターの ME シリーズ、GT シリーズなどがある。その他にも SP-1 や SG-1 などの名器を生み出した。エフェクター以外では、リズムマシンやチューナー、ダイレクトボックスの DI-1 などが昔からの定番ボス商品として知られている。製品分野の多岐さや仕様などから、ローランドとの相互技術共有による開発、製品化、クロスブランドも頻繁に行われていると考えられる。ボスのコンパクトエフェクターは、プロアマ双方から評価を得ており、多数の新製品が発売され続けている。 2013年2月の時点でロスのコンパクトエフェクターがシリーズ累計100機種を突破した。コンパクトエフェクターの筐体はフルアルミダイカストボディである。メンテナンス性が高い筐体は広く認知されたポピュラーなデザインであり、初代エフェクター発売以降全くモデルチェンジされていない。ローランド株式会社はこの筐体を立体商標として登録している。近年は ハードディスクやフラッシュメモリを使用したマルチトラックレコーダーも多数発売している。また、ギタリストが好みのバッキング曲を流しながら演奏を楽しめるバンドやベイフェンダー社の公認を得た歴史的フェンダーアンプのシミュレーター、演奏フレーズを繰り返し重ねながら一人パフォーマンスができるループステーションなど新たな切り口の製品を発売している。 これらの製品の多くでは、同社得意のエフェクター技術、モデリング技術が活用されている。またいずれも、ギタリスト向けを意識した比較的シンプルな操作系が特徴となっている。ボスのロゴが入っている、T シャツ、トレーナーやジャンパー等を自社製品の購入者に配布していたところ、衣服、布製未開品、シングル入れ商標登録第695,865号を、 取得していた大阪市東淀川区の木端守を原告とする損害金1276万6331円の支払いを求める商標権侵害の裁判を起こされる。しかし、1987年8月26日、大阪地方裁判所において原告の請求棄却の判決が下りた。以降、 ノベルティグッズが商品には該当しないという判例となった。正式な社名の由来は不明だが、社員の間にはエフェクターのペダル部分にボスを踏みつけるような感覚をという意味が込められている、との言い伝えがある。ありがとうございます。